ダイエットをしなくていい、これだけの理由。今回は実際にダイエットをしていただいたのずさんにお越しいただきました。あ、どうもこんにちは。こんにちは。のずさんの返事について、はいはい、2021年10月からダイエットを始めまして、はい、この1年で肥満3度から標準体重まで体重を落としたと。なるほど。 BMI がなんと35から22までいった。いやー、不思議なのは増えてる人もいるってことですねCEO のチャーリーさんを覗いてもらって考えていただくと、ね、有給の人時はみんな標準体重に言うと、そうですね、覗いて考えてもらったと。まあまあそうです、覗いて考えるには確かに考えるとやっと標準体重の種類になってきた。なのでまあ健康的になったと。なるほど。うちのグループ、ね、前はだってお腹にスイカが入ってるんじゃないかぐらいどこって感じだろ、ね、ましたで、ちょっとここのノズさんのカーブがかなり急なので、はい、すごいですよね。いろんなことがあったんじゃないかと。これはありましたよ。じゃあまずどうやって痩せた、なぜっていうのはですね、まあ、これ私これ覚えてますね。2021年10月20日ですよ。これもう歴史の出来事みたいな。これはもう覚えてますね。昼間ちょっと職場の人と話してたらちょっとクラクラするなと、あれと、まあ、ちょっとあの医務室というかね、お色が悪いと。血圧の測ったらですね、178上が病院行きましょうと。病院行ったわけですよ、うん、クラクラして倒れるってことで、ほら脳神経内科に行ってしまいましたなるほど。そう、もう危ないんじゃないかと。ね、そう、本当に危ないんじゃないかと、うん、俺はもう平気だと思ったんですけど、うん、どうのあれよ、ほらはいはいはい、ね、スキャンするね、スキャンするって、うん、そんな話になっちゃってであれ人生初めて入ったんですよあの丸いとあれ怖いね。あ、そうなんだ。狭いから閉所恐怖症の人は怖いと思う。結構長いんだよ。ちゃんと入れたの、その一応それは入りましたよ。ちょっと入るじゃな、音もすごいんだよあれ。ヘッドホンみたいのしてね、うんうん、その時ねずっとカーペンターズの曲が流れてるもう、うん、カーペンターズの曲がさ、こう、あーきっとこれで癒されるんだろうなみたいな思って、うん、ずっとなんかベストなんかアルバムみたいなのでずっとこう結構な時間なんだね。そうですね、シング1曲じゃ終わらなかったよね。そうなんだ。1曲どこじゃないよね。何曲ぐらい聴いたかなって感じ。まあ脳にあの異常はなかったと、うん、まあよかった、うん、よかった。まあでもとりあえず血圧高いから、うん、薬飲みましょうみたいな話になって、うん、まあちょっと飲むの嫌だなって思ったんですよ、血圧の薬ってこの年でねって、うん、もう俺も思ったわけですよ、もうこのままじゃ死ぬなとそれ悟ったんですね。はい、痩せようと、うん、実害が現れた、まあ、あんまりいいきっかけじゃないだからそうでもしないと、うん、やっぱり痩せようと思わないというか、うんうん、それまでどういう食生活をしてたんですか。あ、これはですね、これ大変ですよ。朝はね、あんま食べてなかったんでね。おー、なるほど。で、昼はほら、あの社食というかね。なるほど、それは一般的な量。そうですね、完食してたんですよ、あと。でも一粒、二粒とかでしょ。まあまあ、それが一粒、二粒の時もあればいろいろ食べちゃう時もあるんですよ、合間合間でね。やっぱ量がかさむわけですよね、少しでもね、うん、夜はすごかったですよ。まあご飯を代わりもりもり食べたりとかです、はいはいはい、ラーメン、ラーメンって一番あれだね、家系のラーメンとかね、ラーメンつけ麺大盛りにして、うん、チャーシュー丼とか食べてたわけですよそれをもう毎日毎日してたの。まあほぼ毎日そうですよ。それは太るよねっていう。肉とか茶色いものしか食べない。でご飯を食べた後はどうだったの。ご飯食べた後、コンビニ寄ってじゃあ最新スイーツを買ってそれ食べるみたいなっていう生活だったので、うん、まあもうアウトですよ。基本的にはもう一般人の取る一日の摂取量はオーバーは確実にしてる。まあ確実にしてるだろうね、うんうん、なんかよく言うじゃん、2000だの3000いかないだのさ、うんうんうん、多分1食で余裕でオーバーだよね、まあ、昔はさもう腹いっぱい食べて、うんうん、みたいなのがあれだったんですけど、うんね、10分目まで食べた。そう、今まで私も飲むようにも、まあ、デブの発想であるじゃん、カレーは飲み物ね今まではやっぱ定期的に飲んでたよね、500のはいはい、ロング缶1本じゃ終わんないんだよね2本とか飲んじゃうんだよね。つばみを食べながらで、さらにデザートいっちゃう。私甘いもの好きなんですよ。まず何から始めたんですか。これをですね、まずは、うん、じゃあ仕事の間で歩こうと、まずはなるほど、運動から始めたんですね。まあ、やっぱ有酸素運動っていうのはね、うんうん、まあ、皆さん言います、有酸素運動っていうのはこうやっぱ走るとデブが走ると膝に来ると、うん、デブがね膝がやられると危ないと、危ないと。なので歩こうということで、うん、まあ、職場の周りをぐるぐる歩いたりとか、うん、最初はね1日30分で1時間いかないぐらい、休日は実は1時間ぐらい歩いてるんですよ。どうやってそれを習慣化できたんですかね。あ、どうやって習慣、
でも行く何が何でも行くみたいな。ああ、もうそういう意志がやっぱ固かったんだ。そう、歩くっていうのをやってたわけじゃないですか、うん、まあこれ冬場はいいんすよ。冬場は寒いから、うん、歩いて暖かくなってポカポカだねって思うんですけど、なるほどね、夏暑いじゃないですか。暑いね。夏歩くってなったらこれやんなくなるなと、暑いから、うんうん、だからもう私決めたらプールに行こうと。ほう、7月ぐらいなんですよ。そこまでの過程でもだいぶ痩せてましたね私、うん、痩せてました。で、ただ食事と歩いてただけなんですよ、うん、ここまでは走ってることはしてないんだ。走るのはやんなかった。歩いてもう歩くのだけでひたすら歩いて、夏暑いと、はい、スイミングはやってたことがあって、泳ぐのは嫌いじゃない。水の中の抵抗がすごいっていうね。そう、泳ぐのはしんどくても歩くだけ歩きに行こう。近くにプールがあるんですよ。ジムより安いと。職場から近いのもあったんで、じゃあ職場の帰りにやろうって言って、泳いで500 で次は 4,50 分歩こうと、はいはい、でもやっぱり最初はそれきついんで、それだけ1時間半とか前やってたわけなんですね、うん、そしたら劇的ですよ、それ続けたら。夏以降もちょっとその下がりがピッてある時あるでしょ、ね、はい、であとはちょっとお風呂みたいのもあるから、ついでだから家でお風呂とか沸かすのもあれだから、もうお風呂代わりに行こうとか。ああ、もう、じゃあ感覚を、もう仕事終わって夜に行くっていう感じですね。そう、だからもう本当にだるかったらお風呂入りに行くと思えばいいんだと。ああ、なるほど。お風呂入りに行くというぐらいの感覚でまず通えば、まず通うってことで、まず通うと。で、通ったらやっぱり私真面目なんでやっぱり泳いじゃうわけですよその時はあれだね、周りの目は気にならなかったんですか？プールに行くからちょっとなんかなんていうの、裸になるから。ああ、なるほど。あのね、だから裸になるのはちょっとやっぱ嫌だ、うん、でもただ俺は逆転の発想よ、見られる方が痩せんじゃないかと。だから、なるほど。だからほら、そのモデル意識じゃないけど、うんうんうん、あれ、その効果は実はあって、あ、はあはあはあ、やっぱ見られるからみたいな、うん、なんかね、それバカになんないですよ。見られるからちゃんとしなきゃみたいな、お腹とか、ね、あ、なんか逆に見られようみたいな、おー、そういう発想ですかね。お、あとね、サウナがあってです、休みの日は泳いで、うん、歩いてサウナをやってみたいな、うん、でお風呂入って2、3時間ぐらい過ごすわけよ。これが不思議なのは、うん、サウナ入ると夜もいっぱい食べてえなとか思うんですけど、サウナ入ると食欲意外となくなるんですよ。へー。であと疲れるとね、食欲なくなるんですよ。サウナですね、ぜひこれ深井ちゃんもサウナやっていただきたいところなんですが、で、あと間食をやめるっていう。間食やめるのはやめれたんですか？やめれた、やめたんですよね、意地で。あ、もう意地でやめたんだ。意地でやめたんです、ね、そこは根性で。根性ですね。で、あと夜を控えようと。血糖値をほら上げちゃうのは良くないとかって言うじゃないですか、うん、なので、まあ、やっぱ野菜を先に食べるということで始めたのが、うん、あの袋野菜ですよ。なるほど。これが袋キャベツですよ。ある100円でほらコンビニとかで売ってるじゃないですか。はいはい、コンビニとかスーパーとかで売ってますね。で、あれとサラダチキンですよ。スープですね、カップスープみたいな、オニオンスープとか。夜はね、500キロカロリー以内ぐらいに抑えるように頑張って食べたんですよ。なるほど、なるほど。で、あとそれからもう皆さん、これは CM になっちゃうかもしれないですけど、濃茶ババーン、濃茶ババーン。じゃあそのやり始める前までは濃茶みたいなものは飲んでなかったの？まあ濃茶ってか飲んでないよね。ひたすら飲み物は濃茶にしました。お茶自体は私好きなので、うんうん、そんなに苦ではなかったんですね、うんうん、そんなに辛くないっていうか。まあ辛くはあったけど、でも休日好きなもん食えるとかって思って、うんうん、で続けて、最初のうちはね、まあちょっときつかったけど、うん、でなんかね、ちょっと空腹でも心地がいいなというか。ああ、今までは空腹だとまだ食える、まだ食えると思ってたんだ。そうそうそう。とあるチャーリーさんなんか来るの早いじゃないですかあれ太りますよ。なるほど、やっぱゆっくり食べた方がいいんだ。やっぱ20分ぐらいかけて食べる。あとやったのは朝バナナね。それはどうやってゆっくり食べようっていう意識になったの？ だから夜20分かけて食べてるってもしょ、うん、それはもうなんか20分のタイマーとかなんか置いてた。いやいや、あの、あ、でもあの YouTube のほら、うん、動画を、はい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 、20分ぐらいの見ながらとか。ああ、なるほどね。あとね、俺がやってたのは大食いの動画を見ながら食べてた、うん、え、それはお腹すかない？だからもう逆に、あ、この人たち食べてると、その量、うん、であと見た目の満足、これね、ほら、うん、食べ放題とかで、うん、いきなりもう山盛り持ってくるんだ、はいはいはい、あれ見た目の満足で腹いっぱいになっちゃうからっていう。なるほど、なるほど。その心理をつくというか。なるほど、それを画面で感じるのね。あ、なるほどと。こんなにもう俺食ってるように見えるってね。そう、朝バナナとヨーグルト、お昼は普通に食べて、で夜はそれサラダチキンと買って野菜とスープみたいな生活、うんうん、カロリーをね、調べるというか見る習慣がついてます。ああ、なるほどね。なんかもう商品を買うときに、そうするとさ、あ、カロリー高えなって思うわけですよ
これで400もあるのとか。あのすごいのはやっぱり、ね、パンは高いね、うん、菓子パン類とか高いね。あとびっくりしたドーナツね。ドーナツね、ドーナツ破壊的なカロリードーナツはね、穴開いてるけどカロリーあるんだで、カロリーを見てね、何がカロリー低いのかなって、うんうん、私がたどり着いたのは焼き鳥、はいはい、焼き鳥だからサラダチキンもちょっと飽きるんすよ、やっぱり。ああ、はいはい、同じ味だから ね。で、やっぱり焼き鳥とかだと、うん、焼き鳥、ネギマとかってカロリー低いんすよ。揚げてないし、焼いてるから。あ、そっか、揚げてないからね。ネギだからね、間がね、うん、コンビニとかさ、よくセブンイレブンとかなんか行くと、トンシャブサラダみたいな、豚しゃぶと、はいはいはい、なんかそのサラダ、下にサラダが乗ってるやつね。いいんだ、それが。それがね、低いんですよね。あと豚もやし、うん、これカロリー100な200ないっすよ。お肉食べてるからね。そうそうそう、満足感は、満足感はありますね、うん、最近冬場に鍋が売ってるんだよね。鍋のカロリーがキムチ鍋とかなんで200いくつ300いくつかで、500ないんだよ、うん、でそのキムチ鍋なんか食べちゃう満足なわけですよ。あ、ご飯やっぱいらないの、じゃあそういう時は。まあ、あの食べたい時はおにぎり1個で、それでも100いくつだから、それ500、うんぐらいでも下がるじゃん。あ、じゃあトータル500以内になるように夜ご飯は、ね、なるじゃない、抑えてる。あとはね、ハンバーガーとか食べたいじゃん。うん、ジャンキーなもの食べたいね。とかのカロリー見るとやっぱ結構破壊的なんですよ、ね、びっくりしちゃった。何キロカロリーを超えたら破壊的だと思うの？あのね、800とか700は破壊的だろ。あー、なるほど。で1000なんか超えてたらもう、あー、で、あとね、やっぱカツ丼とか高いの。ああ、そうなんだ。やっぱ揚げてる、卵を閉じてる、うん、カツ類は高いなと思います。あとご飯は食べてなかったの、白ご飯。あ、これはね、夜は炭水化物抜いたんだよ。ああ、そうなんだ。じゃあ本当にキャベツとチキンとスープだけっていう感じなんですね、うん、で、どうしても食べたくなる時あるじゃん、うん、私が調べたらモスですよ、モス。そうなの？だ、500は超えますよ。考えたことはなかった。もう500は優に超えるんですけど、うん、あとポテトとか頼むときも S で頼むんですよ。夏美まで食べるあれはなかったね。バンズが野菜になってるやつ、まあ、そこまではしたくないな。あれ、やっぱトマト入ってるのがいいんです。モスバーガー食べるときも袋野菜食べてからモスバーガー。昔の私だってモスバーガーなんか2個3個なんか喜んで食べてる。時々じゃあそういうのも挟んでますね。挟んでますね、うん、週末の昼にお昼にがっつり食べると夜ね、最近は特に大腹いっぱいになっちゃうんですよ。夜いらないなってなるわけです。運動なんですよ、これ。濃茶はだ1日2本。あとね、お酒をやめた。だからお酒を飲むのは友達が来てみんなで飲もうとかって時飲むけど、うんうん、あとね、思ったのは洋菓子よりも和菓子だね。洋菓子のは高い、カロリー。カロリーが。甘いの食べたいなって言ったら、まんじゅうとかさ、大福とかさ、マンゴー食べてましたね。何日目ぐらいからちょっと厳しくなってきたの？それはね、最初から厳しかったよ。1日目から厳しかったんだ。なんか休日は好きなもん食べようって決めてたんで、まあ、チートデーってやつですよ、ね、これ大事です。チートデーってやつですよ。初日でもうやめようとは思わなかったんですか？いや、でもそれやめたら意味ないなと。おぉ。やるんだったら徹底的にやろうと。ああ、もうそこはもう意志が固かったんですね。もう硬かったですね。ダイエットできるのかどうかって実験もしたかったわけですよ。勉強して伸びるのと同じように、これ体も痩せるんじゃないかと、うんうん、1週間ぐらいしたらね、急に職場の人がちょっと痩せた、ほう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 、やっぱ言われるわけです、うん、結構劇的な変化があったってこと、劇的な。だから結局夜食べないってのはやっぱり効いたんかね、やっぱ歩く。結局そのやる前とやる後で食費は浮いたりするんですか？外食をしなくなったから多分浮いてるんじゃないかな。でもただね、うん、やっぱそういう体にいいもんって若干高いですね。そうなんですか。まあでもちょっとお金かかってもお酒買っててお金とか考えればさ、うん、本当よりはちょっと使わなくなったんかな、うん、そっか。じゃあやっぱご飯はなんていうか用意するのが面倒くさくないものがいいんだね。だってさ、めんどくさいともやりたくなくなるじゃん、うんうんうん、俺もズボラなんで、どっちかっていうと、うんうんうん、だからもう買ってすぐに出したら食べれるってやつだけにしたんだね。じゃないとダメ。キャベツとサラダチキンももう袋から出したらすぐ食べれると。でしょ、うん、なんならお皿つかなくてもいいじゃん、うんうんうん、だからもうそのぐらいにしないと、うん、もう持たない。うーん、だからそれを作ってとかさ、うん、あとはもうだ電子レンジでチンぐらいにそれやれるとしたらね、うんうんうん、これをなんか家帰ってからじゃあムージー作りますとかね。いいありますね、よく健康的な、ね、でもそこを作るまでの材料買ってくるのもめんどくさいし、もうだってコンビでいいじゃないですか、うん、そこはもうお金で解決すると。余裕ができたらじゃあお金も節約しようでいいじゃないですか、うんうん、途中のなんかブランクっていうかみたいな時期はなかったんですか？あったよ、減らなかったよ。やっぱり俺の中でね、70を切るってとこが一番きつかった。洋服もパツンパツンだったの。洋服はどうなったの？洋服一気にズボンとか緩くなっちゃって、新しいの買ったんですよ。あ、買ったんだ。
買っても最近痩せてるんで、またそれが緩くなってる。ベルトがもう本当にぎゅうぎゅうに締めてる感じです。洋服もね、L 買ってんだけど、うん、L でもちょっと緩いんじゃないかって。でも M って思って、うん、M って買うのって、M って買ったことあったかなぐらいな感じなんですよ。未知の領域です、ね。未知の領域に今入ってるわけだ。だからスーツとかは大丈夫なんですか？あ、スーツは、ね、ブカブカじゃないの？だからちょっとブカブカなんですよ。ちょっとこれでも全部洋服買うわけにいかないじゃん。うん、お金かかっちゃってしょうがないから。うんうん、でまたリバウンドしちゃうかもしれないけど、うん、俺はリバウンド王だけでなりたくないわけですよ。今これスラムダンクね、いやこれ今流行ってるみたいですけど、リバウンド王にはなりたくないと。あ、ちょっとね、ユニクロでよく買えるようになったら嬉しいね。いいね、ちょっとじゃあ行きたいね。あとね、職場の人にもしょっちゅう痩せたね痩せたねって。ああ、やっぱ人から痩せたねをよく言われるよね。言われますね。なんか毎日会ってる人からも毎日言われるんだよ。また痩せた。あとね、これは最近も食後眠くなくなった。デブの時って食べるじゃない、うんうん、眠くてしょうがなかった。そうなんだ。なんかなんでだろうっていう感じですよ、うん、なんでだろうねって、うん、なんかわかんないんだけど、うん、今って食べてもそんな眠くないというか、思うのは職場の人とかとお昼ご飯とか行くじゃないですか、うんうん、あの食べるね、やっぱね、ペースが俺ゆっくりになったのと。あ、そう、周りの人と同じぐらいっていうか、それよりも遅いぐらいになったっていうか、ゆっくりゆっくりも食べるようになったのと。昔は飲むようにやっぱ食ってたんで早かったんだよね。あとはそうね、あ、ハイキングっていうのはこれね、まあこれ春にね、うん、できるハイキングっていうの言ってるんですよ、趣味でね。何キロぐらいなんですか？それはね、10キロ以上歩いてるんですけど。あ、結構歩くね。で、山歩いてるんだけど、ハイキングで山歩くと、うん、登りとかきついわけですよ、もう。ね、うん、下りはコロ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 転がってきようかなと思うんですよ。おむすびコロリンで、ね。で、これがね、痩せて、で、これが30キロぐらい痩せて、うん、歩いたら全然違くてさ、うんうん、きつくなくなったというか。今まではさ、30キロ背負って歩いてたようなもんでしょ。だから痩せてね、あ、それはやっぱ歩きやすくなった。あとこれがでかいのは、ね、いびきですよ。これ深ちゃんも多分、これは多分もう実体験というか、これはもう深ちゃんの方がよくわかりますよ。このノズさんの家に泊まった時に、そう、あ、すごいなと。そう、一番最初にはノズさんが寝るんですけど、これもうすごいいびき、もう部屋中に響く、響き渡ると近所迷惑じゃないかとっていう、もう本当にいびき、はい、昨日ほら泊まったじゃないですか、うん、これどうでした、この、いやもう本当に普通の一般人がいびきかいてるなっていうくらいの音になった。なったでしょ、うん、もう明らかに違いましたよ。そうですね、次の目標ですね。次は筋肉をつけると、じゃつけたいですね、うん、私としてはなんか器具があって、それでこうなんダンベルでこうやるとかの方がいいと思うんですよ。だからただ腹筋をやるとかだけだとなんかズルしちゃいそうな感じがして、うんうん、なるほどね。今はだからちょっと急激に痩せたから、ちょっとまだ皮の感じが残ってるから、だからこれ皮が残ってんだよこれ、うん、そう、これどうなんだろうね、皮ね。これ深ちゃんに調べてるうちにこの皮は消えるのか。最近の夜のご飯変わったんですよ。サラダチキンだったんですけど、今はですね、ベースブレッドって知ってます？1個で3分の1の栄養素が全部取れるみたいな。そう、ベースブレッドってのは美味しいんですよ。で、私チョコと美味しいんだ、メープルが好きで、あの、うん、チョコパンみたいな感じなんで、うん、これそうレンジチンして温めて食べる、うん、あれで、まあ、200いくつか300ぐらいのカロリー、このぐらいですね。そう、そのベースブレッドとオイコス、ヨーグルト、あ、はいはいはい、ちょっと濃いやつ、ね、硬いやつ、ね、はいはい、ギリシャヨーグルトみたいなやつ、ね、を食べてるんですよ。で、あれタンパク質多いので、うんうん、それで満足もうできるんですか、ね、夜疲れてからそれ食って終わりみたいな。それ食ってもうパターンって倒れちゃった。逆にね、食べちゃったったらそのぐらい戻っちゃう。チートデーで一気に食べると、やっぱすぐ 2,3 キロ戻っちゃうんで、うん、でもプールとかやるとまた戻るわけよ、65年、うん、平日の間は戻ると。最近思うのは、ちょっと体重増えると、うん、体重いなじゃない、感じるの？ちょっと感じるんだよ。あ、本当に？前はそんなことをさ、全然さ、前はもう元から重かったからあんま感じないんだけど、やっぱ 2,3 キロって、あ、ちょっと体が重いなっていうか、へー、感じるわけなんですよ。感じるんだ。皆さんも痩せたいという方はぜひ相談に来ていただければなんか乗りますので、ぜひ行っていただければと思います。ノズザップができますね。ノズザップですね。あのぜひですね、あの今後ともね、また今後ともこの健康企画続けていきますのでね、どうぞよろしくお願いしますね。チャンネル登録、高評価を、高評価はお願いしますね。じゃあどうもありがとうございました。じゃあどうもすいません、失礼します。最近の流行りまで取り入れてしまう、最新スイーツからサウナに変わる、そうな、最新スイーツからね。